岐阜大学抗酸化研究部門の犬房です。今回はですね、いつもの酸化ストレスとは、関係のない、不整脈のお話をします。私自身がですね、1993年から、不整脈がありまして、体調の悪い時にはですね、心室性気外収縮という不整脈がたくさん出る状態です。今年になりまして、アップルの iPhone とですね、アップルウォッチを使って、心電図が取れるということなので、そのアップルウォッチを使った、心電図が世界でどのように使われているかというのを紹介したいと思います。まず心電図を測定するということはですね、医療関係者しかできないという法律があったのですが、今年の9月の終わりにアップルはですね、アップルウォッチを使って心電図を取るという認可を取得されたようですので、近日中に日本でも測定が可能になると思います。私は米国で同期をした iPhone と Apple Watch を使って現在測定ができるようになっています。 iPhone の Apple Watch のソフトウェアで心臓という項目があります。で、その心臓は、ちゃんと日本語のソフトウェアで入っているんですが、心電図という、ソフトウェアがあるわけです。では実際これがどのようにして測定されるかというのを見てみましょう。 Apple Watch で心電図のソフトウェアが入るとこのような状態になります。そしてこれは今左手に装着しているんですが、右手の人差し指を当てるとですね、心電図の測定が始まります。30秒間測定します。で、測定が今終わりましたが、ここには同調率という表記が示されています。つまり脈が不整脈ではないですよということなんですが、このソフトウェアの非常に優れている点なんですが、先ほどの心臓の項目から先ほど取りました心電図が表記されます。そしてこれは非常に、優れておりまして、医師に渡すために PDF を書き出すという項目があります。で、このような、PDF を書き出すことができて、これをメール添付や SNS などで、ドクターに送ることが可能なわけです。ですからこの脈が不正な場合、例えば海外では非常に多い例があるんですが、心房細動という、心臓がちゃんと脈拍ができなくというような状態、これは、それがさらにひどくなると心臓が止まって生命が危険な場合があるんですが、そういうファイルをですね、主治医の先生に送って、これは大変だから救急車を呼んですぐ来なさいというようなことで助かった人というのが世界で何百人もおられるようです。さらに詳細な心電図が取れる機械が、欧米では販売されています。それがこのカルディアモバイル L6 というもので、中身はですね、このような形をした、ちっちゃなデバイスが、ついていて、これを使って、心電図
の6誘導、心電図は12誘導あるんですが、そのうちの6誘導を取ることが可能です。このように簡単に6誘導の心電図を取ることができます。6誘導を取るためには両方の指、両手の指ですねと、それから膝もしくはくるぶし、今のデモンストレーションのために足の甲でやりましたけれども、そちらでも心電図を取ることができます。でこの6誘導を取るというのはいろいろな意味があるのですが、これを使った論文というのがこのように示されています。今のこのカルディアの機械、それからソフトウェア、アプリですねはまだ日本では認可されていないのですが、 FDA が承認していて、今後日本でも広くですね、不整脈であったり心臓の疾患をお持ちの方がですね、簡単に測定できる日が近いのではないかと思います。ちなみにこの、カルディアに関して言いますと、Apple Watch は、約4万円以上するんですが、この機械は、140ドル程度で売られていますので、1万5000円ぐらいで、購入することが可能です。